見えない時があって、彼は即座に自分の方へと手繰り寄せる。抜き足、差し足、追いかけてくるだけ。虚しさの中に鮮やかさを招いて、淡々と覚悟を決めて、静かな確信を持ちながら、こんにちは、こんばんは、おはようございます、失礼します、先日朝起きたら登録者数が1万人を超えていて、うわーってなって、正直どうしようか戸惑って、いつもこういうの喜ぶな、下手くそで、なんか1万人いっても、まあみんな普通にやってるじゃんみたいな、すごい冷めた感じで、あのぬか喜びしちゃいけないみたいな気持ちがいつもあるんですね。だからちょっとくらい喜んでみようと思いました。今回は登録者さんがいるから、いわゆることだから、これをちょっとさ、いつもみたいな冷めた感じでスルーするのは寂しいかなと思ったので、あと喜び方わからないし、ちょっと喜んでみようと思いました。祝われたりとか褒められたりするのとっても苦手で、すごい心がひねくれてるから、そんな感じなんですよね。だから今回はみんなで一緒にわーってできたらいいなと思いました。なので喜び方を教えてください。よろしくお願いします。今日の動画は1万人行く前に撮ってた動画なので、あのなんだろう、しれーっとね、しれーっと動画に入っていくんですけど、気にしないでください。はい、いつもありがとうございます。じゃあさよなら。こんにちは、こんばんは、おはようございます。私はいつも無駄に正直で、無駄に嘘つき、私のまっさらで潔白な気持ちは彼らの中で確実にほころんでいく。私は一番信じていないのは私、遠くに見えているものを彼は即座に自分の方へと手繰り寄せる。自分がやりたいと思うものの前に壁を作らない勇気があると思う。いつかその勇気は私の心にも反射するのかな。そうなるといいな。静寂の向こう側から飛んでくる刃に切り裂かれて、もうチリチリになってしまったよ。これから欠片を拾いに行くんだ。私は何度だって私を取り戻す。エジプトの人たちは優しい。もう、それはそれは存分に優しい。
そして多分彼らには心と心の扉というものが存在しない。まるで怯えた野良犬みたいな私に、彼らは簡単に声をかけたり手を振ったりして、人間に対する警戒心はとっとと脱がされていく。次の国へと向かう頃には、私はすっかりエジプトの大人や子供たちに懐いて、こっちから簡単に手を振ったりしちゃう。エジプト、全くの他人から愛の施しを受けることになる国。愛に心をさらして、でもその警戒心完全に失ってしまっては危険ですよ。あ、エジプトについて2回書いてます。インパクト大だったんでしょうね。大でした。はい、インパクトが大きかったので2回書いたんだと思います。エジプト、人々の圧倒的優しさ、人懐っこすぎる子供たち、まるでいないみたいな女性たち、イスラム教コーラン、しつこいすぎる客引き、皆生きるために生きている、悲しい子供たち、野良犬の秋色、野良猫の白夜、動物の骨、雑多、信号なんて合ってないようなもの、シャワーのお湯はいつしか水に、夜急ぎ浴び、塩辛すぎる食べ物、悪すぎる空気、外みたいな室内、すべてが汚い、24時間怒涛の吐きじゃくりバス、そして母のように優しかったあの宿のママ、彼女が毛布で私の肩を包んでくれたあのずっしりとした優しさたっぷりのぬくもりは忘れない。ラトビア、リガ、絵本みたい、どこ見ても絵本、可愛いけどなんか不気味、みんなどこ、生活感どこ、やることない、滞在時間5分で満足。あ、リガも2個書いてます。リガ、絵本みたいな街で生活感は合ってないようなもんだった。生活を証明するものを見つけるたび変な気分になったよ。証拠は集まったけど、やっぱり生活感とやらはこの街に溶けてなくなってしまいました。めでたしめでたし。チェコ、人見知りが過ぎる人々、ボナペティ、茶色いチェコ料理、なんかご飯全部まずい、とりあえずポテト、あとは覚えてない。あ、何気に初ヨーロッパ。フィンランド、ムーミンムーミンムーミン、マリメコマリメコマリメコ、ケガは古着屋、ウグはもはやディズニー並みのエンターテイナー性を提供。サウナ最高、サウナしか勝たん、熱々の裸で雪まみれ、これまた最高。カモメ食堂は救世主、マーケット、そしてやはりヨーロッパなので美術館。ノルウェー、自然、文句美術館、人間少なすぎ、人口密度スカスカ、物価高断トツ、旅でも自炊必須、そしてやっぱり行くよね、うふ、オスにはもう一回行きたい、一週間くらい自然の中に埋もれて聞いてみたいことがたくさんある。モロッコ、エジプトと以下同文、しかしエジプトより空気断然きれい、エジプトより発展している、エジプトより人の心は閉ざされている、子供たちも手を打ってきたりはしないけれども十分に全開、ただエジプトの人たちに心の扉という概念がないだけ、あの方々は心に扉つけてない。そしてやはり同様の手口の客引き、ジャパン、コリア、チャイナ。さてエジプトは置いといて、楽屋さん、ジュエリー屋さん、革屋さん、オイル屋さん、値引き交渉必須、ウォルトディズニーへの痛み、道端で人の体重を測ってお金をもらう人たち、若い男はみなパチモンブランドバッグをちょこんと斜めがけスタイル、道に迷う、完全に迷路、どこもかしこも同じ光景。そして綿菓子は日本のより断然うまい。サウナで汗まみれになって裸で雪の中に飛び込むのをとても好んだ、インフィンランド。その感情の息の根は知らぬ間に止まっていて、今はもう何のことやら。大丈夫、私たちはどうせ幸せになるようにできている。理解されなかったり誤解されることは何よりも強く私は引きちぎってしまうから、もう覗かないで。
今私が置かれている環境は、私が自分で自分を置きに来た場所だから、置かれた場所で咲きなさいというより、咲きに来ましたって能動的にここに存在している、そんな感じ。あなたはとても冷たくて温かい人だね。あなたは私のことなんて全然気にしていなくて、でもいつも気にかけてくれているね。これは私に言った人は、あの時の私を言語化することに最も成功した人だと思う。あまりにも自分自身に満足しているみたいで、それが味気なくなってきたの。もっと強くなるしかない。何度でも立ち上がる強さ、まだ足りないのかよ。よし、もう強くなったと思っても、また別の相手が現れる。またかよ、またかよ。私は何度でも私を救う。どうしても今に耐えられないなら、少しの間だけ過去に出会ったぬくもりや未来に出会うであろう愛に抱いてもらうのはどうかな。そしてまた必ず今に戻ってきて、心の底から信じるというのは、心の底から頼るのとは違う。ディズニーが故郷だと心が勘違いするぐらい言っているのに、ディズニーでビール初めて飲んだ、大人になった、レシートにハッピーバースデーって書かれてた。味気なくなっていくあの人も、本当はぬくもりがある。知ってる。本当は味気なくなんかない。私は誰？もっと強くならないと。もっと。もっと。全然ダメ。一から根性入れ直さなきゃいけない。神様が私を甘やかす時間は終わった。いつまでも弱さに浸されている場合じゃない。もっと強くなれよ。もっと生きろよ。私はどうせ幸せの中でしか苦しめない。悲しみに心が浸されていても、怒りに心を奪う、怒りに心を奪われていても、私の中から幸せという言葉が消えることはない。どこまでもめでたいやつだぜ。わらわらわら。自分を犠牲にするとは逃げ道を歩むことで、自分を大切にするとは自分に優しくありながら覚悟やけじめをまとうことなのかな。己を大切にする術を身につけた、外に用立ちしても何度も試されて、その度に逃げ足に足を伸ばして追い間違えた逃げ道に足を伸ばしてしまう。愛情は見えない時があって、そのせいで簡単に見誤る。今日はモンブランにしようって、モンブランを手に取った瞬間に、モンブランがどんな味だったのかを忘れていることに気がついて、それでもモンブランとか思ってて、モンブランにどんな味を期待しているんだろう。私は受け身はもうおしまい。自分の人生に自覚を持って、自分自身の怒りになって、感謝の気持ちに罪はないから。自由の大地はいつの間にか監獄になっていて、そんなことにも気がつかないほどに陰気な視界で、全部が深くぼやけてしまって、また繰り返すだけ。もうおしまいにしようと思う。ありがとう。じゃあね。何事ももっとまっさらな心で見るべきだった。
これからはそうやって生きようと思う。自ら失って、また自ら手に入れる。そんな変なことしないで。すごい不気味なんです。明るすぎるんです。黒い光。温度があるみたいな質感。ない。その光は石を持ってこうやって私を迎え入れるんです。いつかだから逃げなきゃいけないんです。もう準備はできていますよ。それはそれは大げさにむき出しですよ。秘密箱だけど一つだけ、そこだけはいつまでも私だけの大地にさせてほしいんです。足跡を残すのは私だけです。孤独を愛させて。私だけの孤独大地。だけの孤独大地。愛が泣いている。あの子は弱ってる。トカゲ、冷淡、陰気の視界。忘れないで、私たちはいつもここで愛してる。私たちの中で一度芽生えた悲しみや寂しさは忘れたとしてもなくならない。無視すればするほどじわじわ大きくなって、抜き足、差し足、追いかけてくるだけ。人間に生まれたからには人それぞれ感じる大きさは違えど、感情は必ず我々の心臓に触れてくるから、賢く生きるために、自分や他の誰かを愛するために、その感情を一人ぼっちにはしたくないね。一人ぼっちになってしまった感情たち、私の元へおいでえな。そんな感じ。それに悲しみばかりが心ですくすくしてしまうと、幸せや喜びの領土が知らぬ間に侵略されてしまうじゃん。そんなのナンセンス。面倒だけど向き合うしかないんだよ。しょうがないな。やれやれ。忘れてないけど、忘れてたかも。砂みたいになってさらさらと抜け上っていくのが見えた時、ねえバイバイ言えたらいいね。それは記憶になる思い出。大丈夫だよ。力込めて握りしめていた感情とか思考とか自分とか、もう全部どうでもいいから、全部捨ててウキウキしてこう。大丈夫だよ。私は何でもいい。本当に何でもいい。何でも幸せ。心底何でもいい。これはセレブレーション。お帰りなさい。毎晩、小さい死が私を訪れて、毎朝、私は別の人生を始める。前日から引き継いでいる。目標もないし、夢もなくて。何もないけど、ワクワクする。ワクワクには、中毒性をはらんでいるものと、そうじゃないものとがあって、幼い頃にはそれをうまく感じ分けられていたのに、いつの間にか忘れて、ワクワクに踊らされて、ワクワクで日々を埋め尽くして、私の本当の望みは霞んでいく。私は今夜死ぬけど、明日の朝、私はまたまっさらな私にいる。私たちは何でもないけど、私たちは全てなんだと思う。もう見失わないように、どれほどの濃霧の中でも見失わないように。誓い、ちぎり、時々あの頃の私たちは未来の記憶を持っていて、価値観は大切、ライドも大切。
擦れる音が聞こえ始めた時は、静かに覚悟を決めていればいい。人は変わるから。世界も変わるし、水も変わるし、全部変わるから、アップでよろしく頼むわ。私、夜明け前が一番暗いんだよね。あ、ね、今私不安を受け入れて抱きしめましょうって言われたけど、不安が私を抱きしめているので動けねえな。いろいろな不安が私の体をプカプカさせていて、私にはどうしようもできない。さて、光はどこかな。少し疲れているのかも。この骸骨みたいで。ねえ、今度は急にやっけらかんと元気なのだけど、何ですか？下降と上昇、等しく触れるこれ。本当に面倒だな。凪の心で痛いんだけどな。もう抗うのはやめたからさ、そちらさんもやめたらどうだいね。幸せになることをいつまで拒み続ける。いつまで怖がる。でも今この瞬間くらい私だけだと思いたい。そうしたら私は悲しむことに値するでしょう。一旦私、何があっても私、全ての責任は私。担え。強くなれよ。大丈夫だからな。あとどのくらい強くなればいいですか？もう逃げてもいいですか？このあといくつの絶望が用意されていますか？もう弱くなってもいいですか？虚しさの中に鮮やかさを招いて孤独を免れてもいいですか？そうやって逃げてしまってもいいですか？ダメです、ダメです。私の弱さと強さは私の支配下にあって、私はそれらすべての責任を負う。弱さが強さを操ることも、強さが弱さを隠すことも許しません。私が私から逃げることなど絶対に許しませんからね。ただ粛々と生きていく。淡々と覚悟を決めて、静かな確信を持ちながら、密かに遠くを見ると判断が鈍るので、目の前を見て。私はこの日記を読むのが本当に大嫌いで、私は過去の自分が本当に大嫌いで、いつも必死に隠したかったけど、もうよそうと思う。過去の私がどうか幸せでありますように。以上です。ありがとうございました。もう気づいたかもしれないですけど、私は感情に対してとても大げさなので、こんな風に文字とか言葉にして、その感情のほとぼりを冷ます作業をしないと、ちょっと私の心の秩序が保たれないので、そんな風にしてます。感情ってカオスなのでね、放っておくと大変なことになるんですよ。めんどくち。じゃあ今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。あ、もうちょっとハンドサウンドしておきましょうね。こんな感じで。じゃあ今日は次の動画とかでお会いしてきたら嬉しいですね。今日は日本語で話した。今日はもう
なさい。